女なんてつまんないよ。セックスなんて手順の決まった面倒な運動です。あなた、うちのクラブで働いてみる気ある？体を売るんですか？こうして僕は娼婦になった。欲望の種類は無限にあるわ。人を待つのってすごくじれったいでしょ？そのじれったいのが好き。あれが生まれて初めてのエクスタシーだった。もうダメ、ここでして。うちの人、私が乱暴にされるのを見ると喜ぶようなんです。よくなるも挨拶したいな。よくさん、失礼よ。誰か最高か。今、終わりました。自分の体をおばさんたちに売ってるんでしょ。りょう君、汚いよ。別にできることがあるはずだろ。あなたの話をしてちょうだい。欲望の秘密はその人の傷ついているところや弱いところにひっそりと息づいている。